の人が、いろんな価値観の人が一気に集まるんですよ。でその中で何か一つの共通言語がないと、理念作りで入るっていうのは、まあ組織開発って領域なんですけど、うん、っていうことだったり、あとは周年事業のコーポレートブランディングっていうもので入らせていただいたりとか、あとはその事業を、これから新事業を立ち上げていくっていうところで、入らせていただいたりとかするんですけども、対象が企業でも、人でも、商品でもサービスでも、これはもう変わらないんですけども、やっぱりその人たちが置かれている状況を観察するっていうのはすごい大事なんですね。でその観察は、例えばヒアリングを通して情報を集めるとか、あとは自分で実際にそういう現場があれば現場に行ってみてそれを観察するとかっていう、その事前情報として自分の中にたくさんの量を入れておくってことはまずどんな仕事でもやります。でその後その一緒にこうプロジェクトチームと一緒に組み立てていくときは、対話で進めていくっていうフレームワークと対話を通じて進めていくというやり方をしてます。ファイブグランドルールとしては磨きかかってなかったんですけど、ああいうことすると人が率先的に動いてくれるっていうのは分かってたんですよ。でそれをちゃんと自分で仕事をするようになって、場作りっていうのに関わらせてもらうっていう時に、場っていうのはそれこそ様々な価値観の人がいらっしゃるし、いろんなその時の気持ちってあるわけですよね。人生がうまくいってる時もあれば、夫婦喧嘩で大変な時になってるかもしれない、あとはそのお子さんが病気かもしれないし、それからその何かこう自分のキャリアで悩んでるかもしれない、いろんな意識の人が、いろんな価値観の人が一気に集まるんですよ。でその中で何か一つの共通言語がないと対話が作れないなと思った時に、ああそうだと思って、ファイブグランドルールっていうのがこうガチンってきたんですね。ガチンってきて 1,2,3,4,5 って決めて、でそれをお伝えしてからやるっていうようになったんですよ。自分の働きかけ、なんかプロジェクトに入った時にすごいじゃんそれとかって褒めたりとか、あとはなんかこう言いたいことがある人のはこうやって、そうだよねって分かるよ、なるほどねって言って聞いてたりとか、でもね、でもこういうこと調べてみたらどうとかっていうふうにこうイエスバットの形で返すとか、でもどんなことがあっても、あこういう結果出たね、ははは、って笑って、じゃあどうするっていうふうに、でも常に楽しい姿勢を変えないとかっていうことをしてきたら、そういう自分の関わりをしてきているところっていうのは、おのずと結果が出るし、みんなの行動量が増えるんですよ。だから行動量が増えるから結果が出るんですよね。っていうのを振り返った時に、その5つっていうパッケージとしては意識してなかったけども、自分の関わり合いとしてはそうだったんですよね。3って数字がすごい大事なんですよ。2だと、こう、いや、どっちかがどっちかに同調して自分の意見を言わないとか、あとは対立するっていう状態なんですね。で、今度4になるとサボるんですよ。ここの人たちが話してるから遠目で見て。で、3だとそれぞれが自分のことを一生懸命出すってことをするんですよ。だから対話の基本形は3なんです。みんなが参加した感が出るんですよ、ちゃんと。自分が主体者になったって。で、この自分が主体者になれたって経験はすごい大事じゃないですか。大体みんな受け身の人生が多いから、学校でも授業一方的に聞いてるとか。で、その主体的になるっていうのってちょっとしたことなんですけど、それが好きなんですよね。生まれながらの仕切り屋って言われてるんですけど、はい、もうね、もやもや、いじいじしてる状況っていうのは大嫌いなんですよ。で、なんかどうせみんなが命のエネルギーと時間を使ってるんだったら、みんな面白いことをしたいじゃないですか。で、なんかいい仕事したなっていう達成感味わいたいじゃないですか。で、私もそうなんですよ。だからそれを整えるっていうところっていうのは、学級委員長になって、男子が女子がみたいなのでわちゃわちゃしてる、もやもやしてる、みんな人のせい
みたいな状況を、あ、ちょっと待って、ちょっと待ってって言って、整えると同じなんですね。自生学級委員長ですね。そうなんです。もうずっと。小学校の時からそういう感じで、お役目を与えられるっていう。で、その与えられたお役目を必死でこなすみたいなところで生きてきてるんですね。なるほど、なるほど。